理学研究科の吉村です。理学研究科の方もですね、医学研究科並びに、法学研究科の方は先生の発表はそのアベレージじゃないということだったんですけども、なかなかですね、理学研究科の方でもアグレッシブなことを言うおっしゃる先生というのは非常にたくさんいらっしゃるんですけども、実際じゃあ何か新しいことを導入しようとすると非常にコンサバというふうになりまして、なかなか導入してもうまく発展していかないという点もあるんですけれども、今のところ理学研究科としましては、この本を調べるホームページですね、ここに理学部と理学研究科というのがあるんですけど、理学部の方からこう入っていただきますと、こういうところに入りまして、それぞれの教室、物理、それから化学、数学、それから地球惑星系、生物系、全部終わって、そこをクリックしてもらうと中に入れるんですけれども、例えば、化学教室、私、化学なもんですから、化学教室に入りますと、こんな形で入って、で、コースが全部あって、今はもちろんですけど、全ての講義が、シラバスとしては入ってます。ただし、中の本当に講義の中身まであるかというと、それはちょっと限られた、10個ないし20個ぐらいの講義だけなんですけれども、今のところは。で、ちょっとその例を少しだけお見せすると、で、大学の方も、理学研究科という形で同じように授業のシラバスとしては全部こうアップされているわけなんですけど、中身はやはり10個ないしはその程度ですね、その程度の講義だけということなんですけど、私の例えば無機化学ですと、こんな形で一応提供して、ただし、だけど今のところはこのスケジュールのところに、その一応PDF ファイルを入れて、ダウンロードもちろんできるようになって、なんていうかテキスト代わりのその教科書は自分でちゃんとプリントアウトして使えるという形にはなってるんですけども、今のところまだそれほどビジュアルとしては役に立つようなものところまでいってないわけなんです。で、ですからこれからの話は今後の話というか、今後どういったことを理学研究を考えていくかということをちょっと話したいわけなんですけども、先日土佐先生にも来ていただいて、私と山際研究科長3人でいろいろディスカッションして、やはりこれからやっぱり理学研究科としましては、なんていうか国際化ですね、当然ですけども国際化だとかグローバル化、こういったものをやっぱり推し進めなければならない。で、そのためにはやはりその英語教育、または英語で、いろんな教育を行っていく、そういう両方当然考えていかなければならない。だけどこれは皆さん方が非常に感じていることと思いますけども、一応それは一言でそうは言ってもなかなかできない。で、そういったことに OCW やっぱり活用していきたいということで、これから何とかしていこうということで、今のところ研究課長と私の方で、運用委員ではあります、私の方で、いろいろ教育委員会などにあげまして、これから使っていこうということでやっています。で、やっぱりその2つは、の講師の2つはやっぱりビジュアルで見た方が非常に良いもの、先ほど利光先生の方からもありましたけれども、やっぱりこう目で見た方が非常にインパクトが強い、それ当然たくさんあるわけですね。そういったことを一つは目指していく。それからやっぱり英語の教育としましては、例えば今までですね、21COE ですとか GCOE、GCOE まだ走っているところもありますけれども、我々の理学研究科としては全ての教室が GCOE、21COE 走ってました。で、毎週毎週必ずその外国の先生方が、来て講演す、あのされるということが多かった。あったんですね。で、今でもそれは続いてまして、週1回ぐらいはあるんじゃないかと思います。で、それぞれの教室を合わせますとほとんど毎日どこかでやってる。だからそういうところをこうビジュアル化、映像化して残したい。で、それから先ほど河原先生の情報科の方でそれをその字幕化するというようなプロジェクトが進んでいるというお話だったんですけども、それを全部字幕をつけていただく、そういうことを利用させていただいて。で、やはり英語の、講演セミナーですとかレクチャー、それをその日本語の字幕、または英語の字幕っていうのも、英語の講義は英語の字幕っていうのが非常に役立つと思うんですね。で、そういったことを考えています。で、それをすることによりまして、やはり学生の英語教育に非常に役立てると同時にですね、それのみならず、やっぱり若い研究者、我々ももちろん含まれるかと思うんですけれども、そのプレゼンテーションの練習と、そういったことにもやはり非常に役立つんじゃないかなと思います。それからビジュアル化の方なんですけど、例えばこれ私の大学院の授業でちょっとパワーポイントで使っているものなんですけど、例えば
超伝導体がこう、磁石の上に浮くと磁気浮上なんかですと、このやっぱりビジュアル化で、これ例えばうちの研究室でちょっとあのビデオで撮ってみたものなんですけども、これはこれからちょっと押しダブルの方にアップしようかなと。これあの液磁石のレールでちょっとこう少し角度をつけておくと重力に行ったり来たりこう浮きながら走るんですね。こんなのを見せると学生は非常に何ていうか、まあ、インパクトがあるというか、あの非常にあの良い印象を持ってくれるようで非常に面白がってくれます。でもちろんこれ公開実験でこういうところで、ね、そのままやることもできるんですけれども、まあ、なかなかそれがうまくいかないときなどはこういうビジュアル化をしておけば非常に良いです。でつまりこれもその学外からですねこうアクセスしてやはり見ることができるんじゃないかなというふうに思っています。で、あの我々やっぱりそのインターナショナルになっていく、またグローバル化していく。でその時に理学研究科の現状から言いますと、その学部の定員に対してあの修士大学院の定員というのはほぼ同じで、そこからドクターに行く時の定員が大体半分ぐらいになるわけです。 ですからあの日本人の 今のところ日本人の学生はほとんどなんですけれども、修士課程の半分ぐらいがあの博士課程に行くと。でその博士課程に、まあ、修士もそうなんですけど、その大学院の特に大学院の優秀な学生を世界中からやっぱり募りたい、来てほしいということを考えているわけです。でそうしたときにあのやはり何ていうかいい教材というものをこう提供したいということですね。それを皆さんこうアクセスしてくれることによって、まあ、あの強大な理学部に行きたいなというあの学生さんをどんどん増やしたい、でそれ世界中から呼びたいということなんです。で先ほどあの、セミナーなんですけど、例えば これはちょっとあのパンフレット、セミナーのパンフレットなんですけども、こういったものにその、あの実際にこれを、ビジュアル土佐先生たちのグループのあのに助けていただいてこうビジュアル化してそこに字幕をつけて、でそういったものを置くことによって、まあ、いろんなところに、まあ、あのアプローチしてというかアピールしてどんどん優秀な学生さんに来ていただきたいということをやりたいと。でやはりあのその OCW やっぱりこう、なんていうか取り組んでどんどん拡大していくっていうのは我々にとってはやっぱりあの一つ領域が増えるっていうことはあるんですけれども、まあ、せっかくやるからにはやはり理学研究科にとってのもうこうメリットというかそういうものもやっぱり考えて見据えていかなきゃいけない。でそういう意味であの協力させていただきたいなというふうに思っています。